で、いい録音を出したいって言ったんですけど、なんか、加藤さんの中の人がいるんだな、リーチの作る製造ラインが見られるしかないんだって。ああ、確かに。ないんですよ。言ってことは、今、一度振動が作られてて、であとは、まあ、川のある最終段か。もう埋まってんじゃん、みたいな。多分、それで、全部、台車マウントに来て、そうすればアウトラインを作れるから、あれを部品供給してパカンって、真ん中の時期にすると工程が変わってるから、変わりますからね。というのと、一応なんか車先の新しい車両とかあったもので、一応あったラインを増やしたいけど、動かしたらいいと思今まで入れるかどうかわかんないと思ったら怖くてですね。でも今はやっぱ入れたらしいですよ。外入れたらしいですよ、やっぱり今は。それは安かったですね。安かったですね。まあ今だと一人その値段が出せないかもしれないですけど。今だと YouTube とかの、加藤のこの EO の、CM で、ちゃんとこの E6 の用にパカッて連結の人がついてるのに、俺何回も言って、だから E6 出せやって。これパカンって開くからちゃんと連結できるように連結コプラ入ってるそう、今出さないのかな、これいいな、E6 休みのこの際 E5 を再販してるから、やっぱ信頼いいな、乱色がいいかな、クリック系で、それがだから右側面と左側面で見た感じが違うっていうのが魅力なんで、通路がありますからね、窓の大きさが違うので特性もそうだけど、やっぱりみんな魅力なんで、そうだと思います、そうです、両側とかは同じものだったら、ああ、とか何等車かみたいなで、ちゃんと通路挟んでの個室だったらね、こっちが暗くて、反対側軽くて、で、ここら辺だったら、ここ部屋とか、それで消えて、半分消えた。ああ、そうです。トミックさん、下手じゃないですか、ちょっとずれると思う。何やんじゃうって言うと、ちょっと割と調整したんですけど、消えちゃって、外れちゃって、まあ、ただ外れちゃって、ああ、そうですね、外れちゃって。